皆さんこんにちは、私は弁護士の竹山茂樹です。アシスタントのカレンです。本日は社会人のための予備試験合格法について伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず社会人の方ってすごく忙しいイメージがあると思うのですが、実際仕事しながら予備試験合格は可能なんでしょうか？はい、可能です。実際仕事しながら予備試験に合格された方もいらっしゃいます。そうなんですか。にわかに信じがたいのですが。そうですよね。でせっかくなんで深掘りしていきましょう。でこれ仕事プラス勉強だけだったら割と可能なんですよ。ただこれは仕事以外の時間を全て勉強に投入するということです。なるほど。遊びとか自由な時間がないということですね。そうなんですよ。ちなみにこういった生活って耐えられます？難しいですね。なかなか社会人の方はこの全てを勉強に投入するっていうのが難しいんですよ。でこれが同じやること3つになると難易度が飛躍的に上がります。例えば仕事プラス勉強プラス趣味とか、仕事プラス勉強プラス子育てとか介護、これ3つになっちゃうと不可能とまでは言いませんが、仕事プラス勉強だけの人に比べるとなかなか難しくなります。なんとなく想像ができました。はい、ここでは仕事プラス勉強だけに専念できる人を対象に合格法を解説していきます。なお子育てとか介護とかを含め3つのことをやるけど予備試験を目指したい人は個別相談にぜひ来てください。かなり個別性が強い話なので、講師と実際話をした方が良いと思います。社会人と学生予備試験を目指すならどちらが有利なんですか？これは一応言ったんです。一般的に学生の方が勉強時間が取れます。また若い方が多いですから、やっぱり勉強したものの吸収力が良いです。では社会人のメリットは？法律では社会的な常識を知っていると理解しやすいことが多々あります。例えば登記、契約、稟議書、実印、車検証、こんなキーワード社会人の方の方がやっぱ馴染みがあるんですね。で実際に社会人の方は仕事やプライベートでも契約をしたことは多いでしょうし、その時の経験は法律の理解に役立ちます。社会人でも知らない制度があったら？はい、その時はですねインターネットで調べれば良いだけなので、大丈夫です。気にしないでください。では社会人の勉強法を教えてください。まず自分の可処分時間、すなわち勉強に使える時間を把握することが重要です。なるほど。例えば平日3時間、土日は10時間取れるとしましょう。はい、それだと1週間で35時間、1年だと1820時間取れますね。2年で3640時間ですね。計算早いですね。で司法試験は最低5000時間の勉強が必要だと言われていますから、隙間時間を捻出したりして、この方は2年で合格を目指す設定ができます。可処分時間が違うと合格までの年数も変わってきますか？そうですね。もっと時間が取れる方は短くなるでしょうし、もっと時間がない方は合格までの日数は長くなります。その次に何をすればいいでしょうか？勉強計画の大まかな策定ですね。独学でやる場合も予備校の講座を取る場合も、この計画策定が重要です。ここで予備校を使った場合をお話しします。レックの講座は2年がベースですよね？そうです。1年目は入門講座というのが中心になって知識のインプットをしていきます。2年目は何をするんですか？2年目は論文と担当の問題の解き方や演習をします。1年目で基礎固めをすることが重要そうですね。そうです。もちろん知識のアウトプット、自分で問題解いて演習していくことも重要なのですが、難しい試験なのでまずは法的な概念をしっかりと理解することが重要です。ここで私がお勧めしているのは講義1回ごとにしっかり復習することです。まず講義を聞く、でそこで復習をして、あとできれば自分で担当の問題なんかも解いてみる。でこのサイクルを回すことでかなり力がつきます。あと講義によっては論文のパーツとなる論書を紹介されることもありますので、それもある程度書けるようにする必要があります。これって簡単なように見えて相当時間かかりそうですね。そうですね。おそらく3時間の講義に対し6時間くらいは復習の時間が取られると思います。それでこれをどのように計画に反映させるんですか？でこれ1年目は講義にしっかり出て復習の時間を確保するだけで精一杯だと思います。ですので仕事の忙しさも考慮に入れて講義復習のサイクルをこなせるよう心がけて、計画を立てていく。つまりこの日はもう夜講義だとか、この日は復習の日だとか、そういったざっくりとした計画を立てていくだけで十分だと思います。レックの講座は出席できなくてもウェブで見れるんですよね？そうです。ですので仕事が忙しい時期は見れないとして、
追いつけるように余裕を持って勉強のスケジュールを立てておくと良いでしょう。2年目講座も同じ感じですか？そうです、講義を取るメリットの一つはペースメーカーができることです。で、講義をペースメーカーにして2年目講座もここで講座、ここで復習みたいな感じで計画を立てておくと自然と学習計画が立てられます。最後に社会人が予備試験に合格するためのコツを教えてください。はい、やはり時間が足りないのでどうやって時間を捻出するかです。で、隙間時間の捻出も大事なのですが、予備試験レベルの学習にはまとまった時間の捻出が必要です。まとまった時間を捻出できるかどうかがコツですね。では本日は社会人のための予備試験合格法についてお話をさせていただきました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。